バルセロナパビリオンは、モダニズムの建築家、ミース・ファンデル・ローエが1929年、博覧会のために設計した施設である。モダニズム建築の傑作の一つとして知られる。1986年に復元され、現在はミースの記念館になっている。復元された、バルセロナパビリオン・オニキスの壁平面図1929年のバルセロナ万国博覧会のドイツ館として、 建設された。一般向けの展示施設というわけではなく、スペイン国王を迎えるためのレセプションホールであった。博覧会開会の一週間後に、スペイン国王を迎えて、セレモニーが行われた。モダンデザインの傑作として知られるバルセロナチャーは、同館のために、ウィースがデザインしたものである。パビリオンは、博覧会終了後まもなく、 取り壊され、鉄や石材は売却された。写真がニューヨーク近代美術館で開催された近代建築展とその図録、インターナショナルスタイルなどで紹介され、やがてモダニズム建築の傑作として評価が確立した。トラバーチンの基段を上がると、広い水面が広がっている。パビリオンの主要部分は、水平に長く伸びる薄い屋根を8本の銃。 時系断面の鉄柱が支える構造である。構造から独立したいし、ガラスの壁が自由に配置され、内部、外部にわたって流動的な空間を形作っている。石材は、オニキス、緑色テニアン大理石、トラバーチンと高価な素材が使用されている。中心付近には最も特徴的なオニキスの壁がある。奥のガラスの先に三方の壁に囲まれた水面があり、 彫刻家、ゲオルク・コルベによるラフ像が置かれている。基段の上に立つ八本の柱による規則的な構成はシンケルに代表される古典主義を思わせる。また、流動的な空間にはフランク・ロイド・ライトの抽象的な構成にはデスペールの影響が指摘されている。博覧会施設という性格上、自由に設計されたものであるが、同時期の住宅作品。 トゥーゲンとハットテイとの共通点も多い。両作品の空間構成は、後のユニバーサルスペースにつながっていった。1954年、建築家、オリオル・ボイガスが復元について、ミースに打診したが、費用面で実現しなかった。1978年、ニューヨーク近代美術館がパビリオン50周年展を企画し、1981年にボイガスが、 バルセロナ市の都市計画局長に就任したことで計画が進み、1983年にミースドイツ管財団が設立された。ミース生誕100周年にあたる1986年、博覧会当時と同じ場所に復元された。復元にあたり、屋根は鉄骨造りから軽量コンクリートに、鉄柱はクロム鋼からステンレスに変更された。オリジナルの基段は、 勾配が取られていなかったが、排水のため、床のトラバーチンを鉄骨で支えて、継ぎ目にわずかな隙間を設けるなど、高級的な施設とするための工夫がされている。スタッコ仕上げだった壁は、ミースの意図を尊重し、大理石仕上げに改めた。なお、最も採取が困難だったのは、大きなオニキスの石材であったという、ミースファンデルロー液年間として公開されている。 建築士や藤森テルノブは、アール・ヌーボー・キュビズム、表現主義でステてる、バウハウス、と抽象化を進めてきた、モダンデザインの到達点として、バルセラナ・パビリオンを位置づけ、ミースの金質空間を、近代物理学が捉えた物質の最小単位イコール原子に例えている。藤森、P159,163 から164。安原、P58 から60。 フランプトン P288 から289フランプトンはデスタイルの形上的空間概念を通して解釈されたライトと表しているウーゴ P158 から160ありがとうございます